で、それを知らないで破ると、ね、物理的にばっかり考えているとそういうことが分からないわけです。でも人間というのは、半分が霊でできているわけです、これはよく私が言うことなんですけれども、人間というものは3分の1を人生の3分の1、1日の3分の1を睡眠に当てて3分の2を覚醒に当てるわけです。人間の肉体も、3分の2が、水でできていて3分の1が物質でできている。で、地球も宇宙もそうなんですけど、3分の1が、水でできていて、3分の1が物理でできていて3分の2が水でできているということができるんです。宇宙がなぜ水なんだというふうに思うかもしれないんですけど、これは例えとして宇宙空間の部分が水というふうに例えることができるわけです。で、星とかそういうものが物質であって、でそれは全体の3分の1でできているというふうにことができる。ただ広大な宇宙の海のようなところで、とてもじゃないそういうふうな確実できていないというふうに見えると思うんですけれども、人間もそうなんですけど、人間は 100% 物理でできているように見えるかもしれないんですけれども、例えば人間の、意識が、全体の、霊意識を含めての人間の意識の部分が、覚醒している部分が3分の2であって、潜在意識が3分の1というふうに考えることができるわけです。でも潜在意識的な霊意識が3分の1、つまり睡眠が3分の1なんだから、覚醒している部分、自我の部分は3分の2じゃないかというふうに思うと思うんですけれども、それでも、人間というのは起きていてでも無意識が働いています。それは例えば瞬きをすること、喋るときに舌を動かすこと、歩くときに手足を動かすこと、いちいち意識して右の足を出すぞ、左の足を出すぞというふうにはやっていないわけです。物を喋るときもそうだし、ピアノを弾くときも次がドで次がファでとかいうふうに頭では考えないで無意識が働くわけです。それは潜在意識の働きであって、潜在意識がそのように導いているからできるわけです。で、その潜在意識というのは何かというと、言ってみれば、霊意識なわけであって、だから、人間というものは覚醒していても半分が自我であって半分が 霊意識ということになるわけです。で、さらに潜在意識があるので、人間の存在の3分の2は、霊でできているというふうにできるわけです。で、3分の1が物理でできているということなわけです。ですから、あまりにも物理的な自我とかそういうものに現実主義とかに偏りすぎている人というのは誤っているということになるわけです。で、そういうことで皆さんは霊的な世界を考察し、性というものを大事にしなければならない、物理的にばかり考えていない、いてはいけないというふうなことで知恵を働かせてもらいたいなと思うわけです。